気持ちいいんだけどね、本当にね、しゃぶってもらうのね、本当に。じゃあ吉原行こう。よし。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。この感じ久しぶり、くるぶしです。そのちょも見てる、ちょもですね。うまいね。久々に2人で揃っての、いや、ほんまには、だいぶ暑くなってきましたけど、まあ、暑いで、プール行こう。ダメでしょ、今一番ダメでしょ。今日はね、そういうオープニングトーク全く関係ないんですけど、うん、お互いね、買ったものがあって、お、味付きコンドームかな。ごめんね。懐かしい、またやりたくて。あれこそダメだよね、しゃぶる。よろしくお願いします。今日はですね、カメラにつけるマイクってあるじゃないですか、はい、あるね、うん、カメラって普通マイク機能もついてるんですけど、やっぱ内蔵マイクだとさ、風の音がブワーって入ったり、まあそうね、うん、厳しくて、よくスマホとかで撮る人なんでね、感じるとは思うんですけどね、外で風強い時に撮ったりすると風がバーって入っちゃうので、俺も子供撮ってる時にやっぱ入っちゃうから、ちょっと買おうかなと思って。なるほど。はい。チョモちゃんも買ったんですよね。そうですね、少し前に買いましたね。エヴァンゲリオンの時に買ったんでしたっけ。されたっけ。ちょっと紹介していこうかなと思います。それでは行きましょう。はい、レビュー、こちらです。はい、シュッバーン、ユーキー D4 ピュー、ゼンハイザー MK200。 いやー、うざーい。難しいね、だいぶ。僕のはですね、デューティーっぽい名前のマイク。これね、前後にマイクがついてて、前からも、そう、撮ってる側からの音声も入るっていうね、はい、優れものですよね。素晴らしい。はい、トモちゃんの、まあ、こっちはですね、オーディオ関連でね、うん、結構有名な会社ですけども、ゼンハイザーって。はい、なんならクルちゃんもライブ用のマイク、ゼンハイザーです、ね。ゼンハイザーで。外付けのマイクって、うん、やっぱ大きくて仰々しかったりするんですけど、うんうん、スマートなキュッと収まる感じのマイクが出たということでですね、うんうんうん、あ、それなら。と思って、はいはいはい、ゲットしたんですけれども、うん、まあ、クルちゃんもそうですけど、こういう風切りの、はいはい、モフモフ、モフモフがついてて、うん、風のボーボーっていうのを抑えるんですけど、うんうん、これは、うん、そもそも、もうこれがその風切りになっていて、なるほど、多少の風ならもうこのままで大丈夫と。でもよっぽどの暴風の時はこれをつけてくれっていう感じなんですよね。なるほど。だからまあ余計、普段ならスマートにこれだけでいけるみたいな。はあ。ただやっぱりね、うん、カメラのマイクとかスマホとかもそうなんですけど、うん、ステレオで録音できるんですよね、普通のマイクって。うん、こっちから聞こえてる音やったらこっちから聞こえてくるし、こっちから聞こえてくる音やったらこっちから聞こえてくるけど、これはモノラルなんですよ。だから全部の音が真ん中に聞こえちゃう。なるほど。 そこだけちょっと難点ですけど、立体感がないという。立体感がないですね。ピンで撮る時のインタビューとかならまあいいんですけど、そこぐらいかな。なるほど、うん、僕の先に難点を言うと、前後で撮ると LR で分かれちゃうんですよ。まあそうそう、ね、だからちょっとね、あのパソコンで真ん中に集めるときは編集が必要なんで、ほとんど僕は前だけで撮ってます。これちょっと開けないんであれなんですけど、クルちゃんのこれ見てもらったら分かるんですけど、スタビライジング的な、ここね、そう、これもなんかそうなってるんですけど、うん、ああ、なんか浮いてる感じ。そうそうそう、揺れてもそういうのを干渉しないように作られております。はあ、結構この筒の中にいろいろ機能が詰まってるんですね。だからなんかこれのちっちゃいバージョンが入ってる感じですよね、こんな。なるほど。じゃあ早速ね、2つのマイクと、はい、あと今撮ってるこのカメラもまあいい。そうなんですよね。いい、まあ、これね、ソニーのね、 ZV-1 っていうカメラで今撮ってるんですけど、うん、こいつのマイクがね、うん、意外と優秀っていう。そうなんだよね。 それでは、はい、やっていきましょう。テュル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 テンテンテテンテテウルチャモチャンネル。もういらないじゃん。まず内蔵マイクから。ZV-1 の。ZV-1 内蔵マイク。どうでしょう。どうでしょうかね。へへ、あ。チェックチェック。ワンツー。会いたいから、恋しくて、あなたを思うほど、ふぅー。内蔵マイクでした。内蔵マイクでした。
それではゼンハイザーに切り替えました。はい、これがモノラルの音ですね。そうですね、はいはい、さっき、うん、内蔵マイクで録音してた時は、うん、マイクの感度、マイクレベル、レコーディングレベルっていうんですか、うん、それが1から30まであるんですね、幅が、うん、でさっきは26で撮ってたんです。うん、でもその設定のままこのマイクに変えちゃうと、うん、音割れまくってたので、ああ感度がいいんですね。感度がいいので今15まで下げてあります。ああ俺の 4人目の元カノぐらい感度いいです。ごめんねコンデンサーマイクということで、コンデンサーマイクって電源を必要とするからプラグインパワー、そうだプラグインパワーってやつですね、うん、電池必要とするやつもあるんですけど、うん、こいつらはまあ本体から電源供給してくれてっていう感じですね。電池がいらない、電池がいらない、お手軽でございます。すごいね。どうでしょうか。会いたいから恋しくてテレビサイズです、はい、じゃあこんな感じでしたね。はい、はい、じゃあちょっと引き続きいってみましょう。はい、はい、デューティーですね。はい、どうでしょうか。どうでしょうか。俺ずっと設定間違ってて、今の今までこのマイクを生かしきれてそうね、やばかった、マジで今日の企画ありがとうございます今まで配信とかで使ってたんですけど、うん、マイクのインプットする場所が間違ってて、今までマイクをマイクとして使えてなかったみたいでビジュアルだけでそうそうマイクついてますだけこんなこともあるんですね。そうそう、気をつけてくださいね。このデューティーって、うん、このマイク以外にも別のマイクも使って、うん、デューティーを介して、それこそこのゼンハイザーとかを使って、うん、こいつをデューティーのインプットに挿して、うん、でデューティーのアウトプットからカメラにやってってなると、この2つからの音声が取れるみたいな機能があるんですよ、こいつ。それのインプットからカメラに繋いでましたね、うん、なるほど。そりゃ入らんのでもまあ、もしねこれ買った人とかいるならね、うん、そこ気をつけてもらって、音全然変わらんな、風も切れへんって思ってたらそういうことです勉強になった、勉強になった。会いたい、うー会いたい、うまあこんな感じでしたね。はい、はい、はい、ライゾーマイク、ありがとうございます。動画撮るっていう人はね、 YouTuber の人はほとんど使ってんじゃないですか。まあね、やっぱ少しでもね、クリアに聞かせたいだったりとか、やっぱりやってるうちに良くしたい良くしたいってなってたら、まずはちょっとね、マイクっていう壁にぶち当たる時が来ると思うんですけど、ね、うん、なかなかやっぱ難しいよね、マイクって。まあね、いいなと思って買ったものが全然外れやったりとかするんですけど、まあ、この2つはその比較的安価なものでありながらもすげえいいと思いますんで、もしよかったらチャレンジしてみてください。最初の一発目のマイクはこの2つのどっちかマストかもしれませんね。そうね、そもちゃんのが今1万2000円から1万5000円くらいの間で買いますね。僕のは Amazon で1万1000円くらい、ロードがもうちょっと安いかな。あ、そうね、今日はね、この動画やってよかった非常に勉強になりました。明日から、ね、いい動画いっぱい撮って、そうですね、はい、撮っていきましょう、うん、ということで今日は、はい、カメラの外部マイク2種類、うん、聞き比べてみたでございました。ありがとうございました。君がくれたのは消えない甘い香り、君がくれたの いいじゃないですか。